帰ってきました。ダリンでね、サクサクっとね、今日の動画の内容をまとめたいと思います。いや、疲れた。疲れた。これに行ってきました。見えないかな。タクトオーパス10 The Power of Music ミュージカ ムジカート。ちょっと英語苦手なんでね。まあ、タクトオーパスのなんか、アプリの方の、あれに行ってきました。展示会みたいなやつに行ってきました。ちょっとこれ、後で飽きて食います。いや、今飽きて食います。うわ、これなんかデザインがいいからさ、開けたくないよね。これ、開けたくないよね。なんか、おまけでステッカー1枚入っているらしい。この絵のステッカーが入っているらしいですよ。ちょっと、ハサミ。この作品は、まあ僕アプリやってるんですけど、最近はちょっとなんかログイン勢になり気味。まあアプリゲってそんなもんすよね。長くは続かないみたいな。まあね、一つの理由としてはストーリーが止まっちゃうっていうところかな。やっぱり。まあそこかな俺は。俺ストーリー勢っていうか、育成とかよりもストーリーが重要なんですよ。アプリゲとかってなんか。基本。ストーリーに重きを置いてるんで、ストーリー止まっちゃうと僕すぐ、なんだろう。やめちゃうんですよね、アプリを。で、これなんで俺ストーリー止まってるかっていうと、まあ、まず配信が遅いっていうのもあるんですけど、ちょっと、強いボス出てきちゃって、倒せなくなっちゃって。なんか、始まりのムジカートだかっていう、原初のムジカートだかちょっと名前忘れたんですけど、そいつが強すぎてね、コーフレットだってなんだそれっていう話。おう、いいじゃないですか。これステッカーね。で、これアニメが最初にやってて、これ箱もいいね、なんか。そのアニメの続きをアプリでやってみたいな感じですね。で、これアニメの主人公と、なんかアニメの、その何？ヒロインのお姉ちゃん と融合した 何か いや いや、複雑なんすよね。なんか関係性が。あー、なるほどね。こういう系ね。クリームが挟んでるやつですね。これ絶対うまいやつですね。うまい。余裕で一口。まあ、写真こうやって見せてくんでね。編集めんどくさいんで。誰も見ないんでね、これね。俺がおじいちゃんになった時に自分で見返すんじゃない？あ、こんなところ行ったな、みたいな。で、入場特典で、その、サーバント、まあ、ムジカって言うんですけど、このゲームでは。の、ブロマイドを1枚選んでもらえるみたいな。選んでもらえるとかってすごいよね。なんか、楽譜、カバーっぽい感じのケースと、ブロマイド、セットみたいな。こんな感じね。これ、運命っていう。ああ、なんかね、このゲームは前も言ったんですけど、そんなんだろう。使ってる曲が古いから、古い、いやまあ古いから、なんか、インテリ、音楽系のインテリみたいなところをちょっと踏めるのがいいんですよね。こんな感じね。これすごかったよ。なんか自動で動いてた、このピアノ。
物販のね。これ押してないのに鍵盤がさ押されててさ、すごかった。なんで動くんだろうみたいな。いや、まあ、まあピアノっていうよりもそういうなんだろう、道具っていうか機械なんだろうけど、機械っていうかからくり。タクトね。で、これアニメのあのキービジュアルね。このさ、コゼット運命っていうのとアンナ運命っていうのがいるんですよ。なんかややこしいんですよ。そこはちょっと本当になんかね、複雑になるね、正直。その恋心みたいのが多少なんだけど描かれてて、そこが複雑なんだよね。なんか複雑っていうか、こっちが見てる、こっちが複雑に、なんか不安ではないけど、なんか変なモヤモヤっとした感じにさせられるっていうか。まあ、展示会のあれですね、なんかアニメのやつをなんか順々に追っていく感じ。うん、プロローグとか書かれてたり、これ後で読もうかな、じっくり。もういろんな展示会行ってきたんだ、うん、正直。これこういうやつ以外も俺展示会向いてないわ、もう飽きてきたかもしれない。うん、お腹いっぱい。これはムジカートの、その、なんだろう、排出、いや違うな、 YouTube で告知されるときに流れるムービーとかで、サインですね。あれ写真まだ撮ったはずなんだけどな、消えてんな。このスマホゲーは正直は多分長くは続かない。まあ、結構お客さん来てたんだけど、長くは続かないね、これは。失礼なこと言うと。これなんか、ベートーベンがどうこうみたいな。まあ、キャラが、タイタンっていう巨人ってやついるんですけど、の楽譜というか曲を書いた人の紹介とかやってましたね。これはなんかインテリっぽいっすよね。こういうの好きなんじゃないですか。僕はあんまりなんだろう、得意じゃないんで音楽は。やっぱね、運命って言ったら俺はコゼットなんだよね。このさ、あんな運命より、いや、あんな運命も好きだよ。だってあんなお姉ちゃんだからさ、胸も大きいんだ。いや、胸かい。アンナってこっちね、これね。これはちょっと髪型がもう運命寄りっていうかさ。うん。まあ、ビジュアルボード。まあ、地図。まあ、各キャラの設定。なんだっけな。なんて言うんだっけ。なんか石みたいな。キーホルダーみたいなやつ各ムジカートが持ってんだけど、それをなんかグッズ化すればいいのになと思ったんだよね、正直。なんでしないんだろうみたいな。絶対そっちの方が売れるなみたいな。で、敵の、まあ、敵っていうか、まあ、敵だねの設定。いや、俺結構もうじっくり見てきたからさ、これ欲しかった。いや、欲しいって。これはガチャで俺引いたよ、引いたんだけど、ガチャで引くっていうか、まあまあ正確にはちょっと違うんだけど、まあ持ってる。これは多分あんなあんな運命の衣装だよね、こう楽譜。まああれだね、概念霊装みたいな感じ。音源楽奏って言うんだけど、このゲームでは。まあ、これ絵がいいんだ。まあ、こんな感じでね。いや、これ家に欲しかったね、正直。木製。
あれっすね、あのジュピター、ジュピター有名だよね。ジュピター有名なんだよ日本では。なんかやっぱジュピターを歌った人がいるからかな。白鳥のなんとかかな、これちょっと覚えてない、持ってないからね。これは人選上のアリアだかってやつ。こいつね、いいんだよ、キャラがいいんだ。なんかヤンデレ系、四季、夏、まあ、四季関係、こいつら。これは多分アンナウン運命の武器、コゼットの武器がいいんだよな。これアルルの女、アルルの女のビジュアルめっちゃいいんだよね。胸も大きいし、なんかちょうどいい感じの髪型に髪色、なんか変じゃない、いや変なんだけど。でマダンの射手、マダンの射手もね、かっけんだ。攻撃モーションがかっけんだよ。でみんなお世話になってる威風堂々、威風堂々って読むのかわかんないけど、漢字4文字。こいつはもうヒーラーの中ではもう一番強いんじゃないのってぐらい強い。で俺は持ってないけど、確か魔王かな、違うの、こいつ魔王じゃないな、こいつなんだろう。で俺の大好きなカルメン、カルメンキャラもいいんだけど、まあ胸もいいんだけど胸ばっかまあ音楽も面白いんだけど、あのね、花森ゆみりさんが声優やってて、それがいいんだよね。俺花森ゆみりさんの声めっちゃ好きでさ。あ、こいつが魔王だ。これ魔王も、この魔王、これ魔王かな。なんかワンルームなんとか勇者なんとかみたいなアニメあって、それのま、なんか魔王と若干似てるよな。だとしたら、でもなんか誰かのサイン誰かのサイン、あのブログやってるんでね、ブログにこれ書くんで、書くというか画像写真だけ載せるんで、もう書くのはやめた、だるくて、うん、まあぜひ見てください、 URL に貼っとくんでっていう嘘ね。中島などこさん確か、うん、歌、まあオープニングがね、エンディングか、アニメではゲームではオープニング。これフィギュアの紹介ね、このフィギュアの紹介がね、ちょうどね紙ももらったんだよね、ビラが。これ欲しいよね、これね、超綺麗だった、めっちゃ欲しい、運命。正直俺はコゼットのが欲しい。タイタンも好きなんだけどね、タイタンの声がいいんだよね。あとタイタンのキャラがいい、あ、キャラっていうか性格がいいんだよね。タクトタンタクトタン、運命タン、アンナタンっていうんだよねなんとかタンってつけんだよね。ガマガマ組なんだよね、レイニーとねプランクトンとね。何言ってんだって話かもしれないけど、物販、うん、なんかサイン、何にサインしてんだろうね、わかんないけど、なんかのグッズにサインしてん。これは欲しかったね、欲しかったねとか、なんかこれはなんか2200円以上でポスカードで購入された方に配ってるなんかカードみたいな、これをゲットしたから4枚4枚じゃない、いくら買ってんだって話なんだけど、このフラワーなんだっけな、フラワーボックスってやつが欲しかった。これサイト限定なんだって、8800円で。これめっちゃ欲しくなったんだよね。だからまあよかったって、買わずに済んでよかったってなってる。看板とかね、看板正直いらないんだよね。でこれ買ったお菓子以上かな。で購入してきた物販を今から開けていきます。まずブロマイド A セット5枚入り、これ両方2種類買った、コウモリと梅、まあ入ってるものがそれぞれ違うんでね。これはちょっとどうせ中身一緒なんで、サイトで調べてください。うん、後で、ね、自分で買って開けます、めんどくさいです、ここで紹介するのまあ運命が欲しかった。でコウモリの方は芝
芝の女王ベルキスっていう曲があるんですけど、その曲のキャラが確か高橋なんとかさんっていう声優がいてて、声がめっちゃ良くて、しかも俺がその星さんキャラがレア度高いんですけど、その星さんキャラ初めて当てたキャラなんだよね。あ、違うかな、ワルキューレだったかな、ちょっと覚えてねえ覚えてないんかい。まあこれね、もらったやつね、こんな感じで、はい、まあ、これはサイト見てください各自 URL 貼っとくんでって言って貼らないんでね。これムータカードさっき言った2200円以上のやつ。運命欲しかった、あとジュピター欲しかった。まあワルキューレとカルメン当たったからよしとしよう。ムータが一番いらない、なんとかだムーって、ただうるさいやつ。キーちゃんが一番可愛いんだよな。そしてちょっと全然映んないんだけど、キラキラ星ね。キラキラ星ってなんか有名な曲だよね、キラキラ光るってね。ちょっとデフォルメされてるキャラクター、俺あまりキャラクターっていうか、あまり好きじゃないんで、このカードはまあまあかな。いや、まあまあまあ運命が欲しかった。あとはこれ、あまりこういうの買わないんだけど、なんかアクスタ類があったんだけど、ジオラマセットみたいな4400円だったからさ、ちょっと買うのやめてね、欲しかったんだけどね。で、ランダム要素3枚入りトレーディングカード A と B、 3枚と2あ3枚ややこしいな。まあ B セットを3つ、A セットを2つ買ってきた。ちょっと開けるわ。ね、運命が欲しい。運命が欲しい1番。あ、コゼット運命ね。で、2番目はタイタン。タイタンが欲しい。それが当たれば俺の勝ち。まあ、それ以外に欲しいキャラいるから、それでもいいんだけど、まあ、やっぱ1番は、コゼット運命だよね。もうガチャでも俺もう引いてるんでね。あー、はい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 。エリーゼっていうのかなこれ。あー、はい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 、星さん組2枚と、まあ、レアードとかやつね、四季夏ね。まあ可愛いんじゃない、クリアカードでいいし、うん、可愛いわ。こいつ欲しいんだよね、持ってないけど、結構強いかった気がする。あの遠征で使ったことある。まあだけどここはちょっと俺がちょっと求めてないやつでした。うん、少しも求めてない。次、このさ、こういうランダム要素のさやつってさ、なんかノリがこっちについてさ、カードを開け、その開封した時にさ、商品にさ、そのノリがくっつくのが本当嫌なんだよね。だからこうやってちょっと工夫して開けて、かぶった、かぶった、そんなことある。しかもかぶる、かぶり方も一緒、中身の。あ、これやばい、地獄だ、これ地獄、地獄です、やばいです、やばい、そんなことある。これすごい、27種なんだよ、やばいって。あんなか、あの中からこんなことある。いや、これかぶんないよ最後。しかも、いや、中もランダムなのかなと思ったら、これ、はい、出順一緒なんだね。あ、ボレロ。ボレロはかっこいいから好き。これさっき言ってたやつね。これなんだろうね。あ、これは、カンパ、なんとか、カンパ、使ったことあるけど、ちょっと名前覚えてない。いや、B タイプは、負けです。負けました。正直。これは負けました。はい。惜しいキャラ一つも出なかった。くっそ、こんなことあんのか。ちょっと A セットで当てます。いや、 B がさ、そのドアップの感じ、上半身、まあ、バストアップの感じだったから、可愛い感じの絵柄が多かったから、そっちの方がいいなと思ったんだけど、まあ、かっこよさで言ったら A セットだね。おー、キーちゃんは最高。白鳥の湖、あ、これ好きなの、くるみ割り人形、キャラがいい。
くるみ割り人形かわいい。胸がいいんだよね、あとね。主張しすぎず。いや、だけど、本命来てないから。いや、まあ無理なんだけどね。無理なんだけど、無理なんだけど、やっぱ欲しいじゃん。これ1枚いくらだったかな ?1 枚っていうか1つ。660円だったかな。おお、これは嬉しい。ワルキューレ。ワルキューレは嬉しい。これアニメに行ってってたんでね、ワルキューレ。おお、やった、ジュピターも来た。木星。こいつは忘れた。名前忘れた。使ってないしね。育ててもいいな。まあいいんじゃない?この2枚は。うん。まあ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 、大爆死。大爆死です。はい。まあ、まあこういうことです。もう絶対、ランダム要素のやつ買わない。いや、俺、買わないんだよね、基本ランダム要素のやつは。けついさ、なんかね、限定とかってなっちゃうとさ、つい緩んじゃってね、財布がね。買っちゃったよね。買いすぎちゃったよね。しかも、いくら以上だったら抽選できますとか、特典つきますとかってやられてさ、その金額に合わせて物買っちゃってさ。で、知らぬ間に計算間違ってさ、ちょっとなんか無駄にオーバーしてたりさ、すんだよね。あるあるなんだよね。きっと、これって。以上です。切ります。じゃあ、バイバイ。